犬ビワは、クワカイチジク族の落葉症高木。別名イタビ、ヒメビワ。果実が、ビワに似ていて食べられるが、ビワに比べ不味であることから、犬ビワの名がある。高さは5メートルくらいまで。葉は、狭いトーラン系から長大円系。基部は少し心形か丸々。葉質は薄くて草質。表面は、滑らかかあるいは短い毛が立っていてザラつく。変異が多く。 海岸沿いでは厚い葉のものも見ることがある。ごく幅の狭い葉をつけるものを細梅ヌビはキング。葉面に毛の多いものを毛ヌビはキングというが、中間的なものもある。私有一種で、夏季は4から5月頃。可能は9月末から10月頃に完熟し、直径10から13ミリくらいで、白い甲を吹いたような小紫青色となる。ビワのような硬い種子はなく、 食感も味も小型い軸と言える。なぜ日本名にビワの名を付したのか不明。樹皮を傷つけると、軸軸と同様に乳白色の液が出る。イヌビアの果女には他の多くの軸軸属植物と同様に、軸小鉢科の鉢が寄生する。お花女の奥側にはメバナに似た虫栄花があり、これに鉢が散乱する。幼虫は虫栄花の脂肪が成熟して、 果実状になるとそれを食べ、成虫になる。初夏になると、メス成虫は外に出るが、有成虫は、果女の中で、メス成虫と交尾するだけで一生を終える。メス成虫は、お花女の出口付近にあるお花から花粉を受け、この頃に開花する、芽花ナに入った際には、受講するが、ここでは子孫を残せず、お花女に入ったものだけが散乱し、翌年春に、これが、幼虫になる。 このように、イヌビアの塾には、寄生蜂が必要であり、イヌビアと寄生蜂は共生しているということができる。他に、石垣町の植草としても知られる。日本の海岸や沿海の産地に自生する。なお、一軸属族のものには、熱帯性のものが多く、本種は落葉性を獲得したため、断温帯まで進出できたものと考えられる。本種は、一時属の木元としては、 本土で最も普通に見られるため、南西諸島などに分布する同族の者のには、犬びわという本種に被した名を持つ者が多い。ありがとうございます。